僕の人生にはいつも止まない雨が降り続いている。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、また始めていきたいと思います。今日はね、労働反対、お前労働反対ばっかり言ってるね、言いますよ。毎日だっていけるんですけれど、そう、労働こそ諸悪の根源である第25弾ということでね、そう、今そろそろ第何弾か確かめてしまいましたけれどもね、そう、冒頭申し上げたようにね、私の人生にはいつもね、止まない雨がずっと降り続いているんですね。そう、止まない雨はないなんて言いますけれどもね、労働もそうですけれどもね、ずっと続くんですね、人生においてね。非常に邪魔ですね。邪魔以外の何者でもありません、ね、労働反対、絶対反対。世の中にね、絶対なんていうことはほとんどないですよ。ね。ほとんどない。この地球だっていずれはね、ね、何十億年か後に消滅しますよ。もちろんそうです。太陽だって月だってそうですよ。ね。しかし、この労働というのはなかなかね、手強いですよ。そう、少なくとも我々のね、あっという間に終わる短い数十年の人生においてほとんどをね占める、非常に邪魔なね、最悪なものですよ。そう、労働が最上位にあってですよ、その下にようやく病気や災害やね、怪我とかね、そう、そういった不幸がこう来るぐらいの順位ですよね。一番の不幸、一番の最悪、一番人生で邪魔なもの、それが労働です。皆さんね、ここはね、一番ね、重要なところなんで覚えておいてください。そうなんですよね。労働反対についてはね、毎日でも動画を上げられますけども、結局のところね、今回の労働ね、労働こそ諸悪の根源第25弾について話すそのテーマです。テーマと関わってきますけれども、ね、とにかくね、労働というのは時間がね、時間と体力と気力を奪われるものなんですね。そう、私若い時にね、工場で働いてまして、そう、その時、まあね、先輩たちもそうですけど、皆さん若いですからね、何でしょう、趣味としてね、バスケットボールをやってみたり、ね、スキーをやってみたりみたいなね、またはね、車をいじったり、バイクをいじったりみたいなね、そういう世界ありましたよ。ね、いろんなね、僕はね、もうその当時からもう体力気力なかったですからね、ね、そういう先輩たちや同僚を見てね、いやー、すごい気力や体力があるなぁと思って、僕はダメな人間だなぁなんて一人で思ってましたよ。ね、意外とね。そう。で、そこを辞めましてね、今の労働に就きましたけれど、ね、そう、新しき労働場においてもね、やっぱり先輩とかはね、バンドをやってる人、ね、音楽をやってる人がね、2人ぐらいいて、でその人たち、私と同じぐらい、私と年がすごく上に離れてるのにね、元気いっぱいでね、音楽活動をするわけですよ。ね、だから、なんでこの人たちは、こんな労働、私はね、労働が終わったら、
ね、寝込むしかないし、休日はもう寝込むしかないのに、この人たちは休日ね、ライブをやったり練習をやったりね、そんな少年のような体力はどこにあるんだろうと、不思議でしょうがなかったんですよね。そして今現在ですよね。まあ労働に慣れていくとね、ある程度こうね、繰り返しですからね、ある程度こういろんなアクシデントがあっても対処できますから、まあね、気力という面においても、気分にも心にもまあまあ余裕はできてはきますけれどもね、やっぱり若い時と大して変わらないですよね。でもね、私こう最近気づいたんですよね。私もこうね、何十年も生きていきますと、いろいろなね、職業の人と話す機会を得ましてね、で私がね、頭がおかしくね、狂ったようにね、労働反対、絶対反対って叫びますんでね、必ずね、必ずそういう話をしますんでね、そしたらやっぱり彼らも心を開いてきてですよ、やっぱりね、ね、大変だと、ね、もう労働はもちろんね、したくないし、もちろんね、廃止するべきであるとね、天皇陛下にご詔勅、御事乗りをね、いただいてね、必ずね、労働から解放するべきであるっていう僕のね、提案にね、皆さんね、もう誰一人反対することなく、もうそれが実現するんだったらもう大賛成だよと。そして、私たちだってね、僕も私もね、もう休みがないんですよ、この6月、7月、8月、もう大変でしたよ、みたいなね、愚痴、皆さんね、垂れます。垂れますよ。そうじゃない人だってね、もううんざり、いやもう本当に労働なんかもう絶対ね、真面目にやっちゃダメだよみたいなね、人もいっぱいいます。そういう話をね、こう本音をね、話してくれて、だからあれなんですよね、私が若い頃抱いていたね、そういうなんか無駄に体力ありそうな先輩たちっていうのはね、逆なんですよ。そういう人は少ないんですよ、ね、大半の人はもうそんな気力もなくね、こうなんて言うんでしょう、3つの S ね、何でしょう、スクリーン、セックス、スポーツをね、こう自堕落にするようなね、それが精一杯なんですよ。そうっていうことに最近気づきましてね、ああみんなそうだったんだな。なんか僕だけがね、弱い男で、もちろん弱男ですけれどもね、弱男だったんじゃないのか、地牛だったんじゃないのかとね、深く反省しておりましたけれどもね、そんなことはないんですね。みんな疲れてるんですよ。で中にはね、精神を壊したり体を壊したりしてる人もね、多数いましてね、壊れる寸前の人もたくさんいますからね。そう、ああ僕だけじゃないんだなと、ね、そうね、その上でですよね、冒頭申し上げたように時間がね、そう、時間を奪われるわけですよ。何が冒頭申し上げたかっていうと、あれですよね、つまりこういう動画を作る時間ですらね、こんな編集もろくにしてない動画を作るにしたってね、もうね、気力体力を奪われて、そんな暇はないんですよね。ないんですよ、本当にね。何かのコンテンツに乗っかったりね、そう、何かのね、例えば大谷のね、こう、ワンシーンを切り取って、ね、とかね、人の意見をね、まとめてあげてみたりとかね、猫とか犬とか撮影してみたりとか、そんなのはね、別に気力体力も使いませんよ。そんなね、編集が大変だとか言いますけど、それ他人のコンテンツに載ってますからね、他人のコンテンツにこうただ乗りしてるわけですから、別にそんなの大変でも何でもないですよ。そう、ね、こうやって声出しとかね、顔出しをしてね、そう、真剣に世界を滅ぼすためにね、こう活動するっていうのは、これは大変ですよ、ね、テンションもいりますしね、気力もいりますよね。
そうなんですよ。だから何が言いたいかっていうとね、やっぱりね、労働してないものこそ最強であるってことですね。やっぱりニートとかね、無職のね、お兄さんお姉さんこそ最強であって、またそういう人がね、専業でいろんなね、こういう暇つぶしみたいな YouTuber とかやったり、趣味に没頭したり、研究をしてみたり、勉強してみたりね、人生を楽しんでみたりっていうのはね、もうそれこそ正解、人間の正解ですね。労働をしないということが人間の正解であるということをね、ひしひしと感じますね。そうなんですよ。私もね、疲れ切ってね、そう、労働している日々の中でね、本当はね、こういう動画を狂ったように上げたいんですけれどもね、もう日々の生活に追われてね、なかなか上げられないんですよね。それはもう一重に労働が悪いんですね。労働が悪い。そう。そしてみんな疲弊している。ね、疲弊しているのに少ないお賃金でね、こんなに少ないんですよ。こんなに少ないお賃金でね、頑張っているんですよ。もうやめましょう、こういうことは。人類はね、そう、私は人類に滅んでほしいと思うし、世界を滅亡させようとね、企んでいるね、外観誘致罪どころの話じゃないですよね。日本の法律にも該当しないようなね、なんて言うんでしょうね、そう、ある意味悪魔よりもひどい存在ですよね。だって悪魔っていうのはこの世界のなんて言うんでしょう、美味しいところをかっさらっていったり、こうね、人の邪魔をしてみたり、こう人を不幸にして笑っていられるみたいなね、この世界があって初めてね、成り立つ商売じゃないですか。悪魔だったりね、まあ神も悪魔もなんかそういう感じじゃないですか。似たようなもんですよ。私はね、この世界を滅亡した方がいいね、この世界自体なくなった方がいい、チタマと書いて地球はなくなった方がいいというね、そう、人類の敵ですからね。その私ですらもうね、やっぱりこのね、生活をしていくためにの、なんていうんでしょう、労働というものにもううんざりしているの。もう世界を滅ぼした前にもう労働を滅ぼしてくれないかっていうね、そう、なんかそうなんですよ。ですからもうね、最近もうね、本当に、でも労働をやめれば餓死するだけですから、なかなか辛いところはありますけど、餓死する寸前にね、なんとか皆さんにね、世界を滅亡に導くべきだっていうね、このね、狂った思想というか、活動というものをね、やっぱり、なんていうんでしょうね、提示して死んでいきたいな、そう思うわけですよ。そう、もう洗脳ですからね、労働っていうのは洗脳ですよ。そう、労働が美徳だなんていうのはもうね、資本家だったり、この世界の王を気取っているね、富裕層だったり、権力者だったり、っていうね、連中のね、まことしやかな、また宗教家もそうでしょうけれどもね、宗教指導者とかもそうでしょうけれどもね、ね、よく陰謀論者がね、ディープステートがあるとかね、こう世界の頂点にいるようなこう富裕層たちが支配しているんだとかね、よく言いますけれどもね、まあなんて言うんでしょうね、もう人類全体が洗脳されてるんじゃないのかっていうのが本当のところじゃないですかね。だってこの世界を維持するためにはね、奴隷が必要ですからね。奴隷が必要、どうしたって人間の生活なりわい、多くの人間のね、非常にやまない雨である労働が必要不可欠でありますからね。そう、また奴隷自身もね、奴隷をしてくれる労働者を必要とするわけですよ。インフラだったり介護だったりね。そう、奴隷たちもまた奴隷が必要であるというこのね、
もう地獄のようなね、そう、この世界は地獄ですけれども、もう、まさにね、奴隷が奴隷を必要とする世界だからこそ、この世界はやっぱりね、滅ぼさないといけない。反修正主義はもう正しいですしね、安楽死も必要であるという結論に至るわけですけれども、非常にね、この醜く腐った、この世界を必ずね、滅ぼさないといけない。というね、使命感に燃えるわけですけれどもね、そう。ね、いや、労働っていうのはもう洗脳ですよ。そう、洗脳。ね、そう、さっきリブステートがどうのこうのって言いましたけれどもね、そんなもん、別に隠れてもいないですよね。全然隠れてないんですよ。陰謀論者のアホなところ、陰謀論者は僕はあんまり好きじゃない。陰謀論は大好きですけれどもね。そう、陰謀論者が好きでない理由っていうのは、あいつらは宗教的なね、グループを作り、組織を作りね、詐欺的にね、我々からお金をむしろうと考えている詐欺師ですからね。皆さん騙されないようにしてください。ですけれども、ね、あの何のことはないですよ。陰謀論者が言ってることは何のことはないですよ。世界に隠れもないですからね。世界の悪い政治家たちはもう隠そうともしてないじゃないですか。別に 何にも隠してないですよ、ね、奴隷から、ね、労働力を奪い去り、ね、お金をむしり、その体力気力をむしり取ってね、儲けるんだ、いい生活をするんだ、ね、世界を支配するんだって、別にね、世界の富裕層も政治家たちも別にあれじゃないですか、隠してないじゃないですか、ね、資本主義っていう名のもとにちょっとは隠してるけれどもね、別にプーチンだって習近平だってね、別に隠してないじゃないですか、そんなもんでしょ。そう、イスラエルだってパレスチナだってね、あれですよね、もうどっちもどっちですよね。どっちも悪いですよ。そんなもんね。隠してないんですよ、別に。何にも隠してないですよね。陰謀でも何でもないですよ。そう。労働とはね、結局洗脳なんですからね。で、我々はね、そう、ね、労働の先にあるのは何か、ね、ちょっとしたお金持ちになることなのか、あるいは成功なのか、っていう問題がありますよね。人に使われていたんじゃ成功にはつながらないよ。成功への道を歩むにはこうね、主催者にならないといけない。ね、独立しないといけない。会社を経営すればいいじゃないかみたいな話もありますけれどもね。それもまたおかしな話でね。成功への道を歩まないといけないなんて言いますけれどもね、独立しないといけないとか言いますけれどもね、別にね、いや、そんな道をね、歩むために私たちは生きているわけでも、生まれてきたわけでもありませんしね、そんなめんどくさいことするためにね、そう、ね、泣くために生まれてきたわけじゃないんでね、別に、こうお金持ちになってね、無駄にいいものを食べるために生まれてきたわけでも何でもないんでね、全く無意味にね、この世界に放り出されたんですからね、まあ、ろくなもんじゃない、ろくなもんじゃないですよね。しかもその成功の道に行けばいいじゃないか、ね、成功につながる道を選んでないからお前たちはアホなんだっていう話がありますけれどもね、いやいや、それはそれで地獄ですよ。ね、それはそれでまた違う労働が待ってるだけの話ですよね。経営者という名のね、ろくにね、寝食を忘れて労働しなきゃいけない辛い道が待ってるだけの話でね、大して変わらないじゃないかっていうね。親ガチャ成功したね、世襲議員だったりね、世襲経営者ぐらいにならないとね、そう、そんな良い暮らしはできませんしね。そう。そもそも成功ってね、そうならなきゃいけないのかっていうと、また違った話になりますよね。私、何度はね、そう、一応食べて暮らせてる、ね、労働のね、対価としてね、
20万円ぐらい、20万円以上稼いでいるっていう時点で、じゃあ成功なんじゃないっていう、そういう別の角度のね、観点もありますよね。生きてるだけで丸儲けなんてね、大嫌いな言葉ですけれどもね、それだって成功かもしれませんよ。そう、価値観によってはね、人の見方によってはそうですよ。それもまた成功なんじゃないのかというね。こうやって何十年も生きてね、こういうね、最後の最後に世界を滅ぼすべきだと力んで、ね、狂っている私の人生も、ね、ある角度から言えば成功なんじゃないのかなって言えるわけですよ。そしてそう考えていくと、成功っていう言葉、考えっていうのはね、非常に軽薄で薄い言葉だ、考えだという観点からいくとね、やっぱりそれも大した価値じゃないなっていうのがね、浮き彫りになってきますね。というね、道がだんだん逸れてきましたけども、とにかくね、労働こそ諸悪の根源であるということは、まあ間違いないですよね。もうね、死んであの世に帰ってね、僕が地獄に落とされていろいろいじめられるんでしょうけどもね、まあね、労働は悪だよっていうことだけはね、主張したいと思います。そう、あ、そうだね、皆様のいつも隣にいますね、役には立ちませんけれどもね、あなたの苦しむ、止まない雨に苦しんでいるあなたの隣に必ずいます、ネガティブマンです。安心してくださいよ、僕も一緒にこの世界で苦しんでいますからね。そう、そしてそんな世界は滅ぼしてしまいましょう。明日にも今日にも世界が滅びますように、ネガティブマンでした。